どうも、スミファクトリーです。今日は実験をしたいと思います。こちらですね、じゃじゃん、リトマス試験紙というものを使って実験していきたいと思います。リトマス試験紙は酸性とアルカリ性を調べる実験道具になっています。酸性、中性、アルカリ性っていうものがリトマス試験紙からわかるそうで、リトマス試験紙の青色で酸性が赤くなります。で、中性が変わらず、アルカリ性も変わらないということです。で、赤色のリトマス試験紙を使うと酸性、中性は変わらず、アルカリ性だけが青くなる、青く反応するということなので、ちょっとやっていきたいと思います。早速やってみましょう。で、リトマス試験紙っていうのはちょっと湿気とかに弱いそうなので、こちらのピンセットを使ってリトマス試験紙を取って果物に刺していきます。はい。で、今回使う果物がこちらになっています。はい、じゃあまずこちらから見ていきましょう。まずはこれがデコポン、デコポン、いちご、レモン、グレープフルーツ、キウイ、リンゴになってます。はい、じゃあまずは赤からやっていきたいと思います。リトマス試験紙はこのようになっています。この前文房具屋さんに行ったらリトマス試験紙が売っていたので、ちょっとこれで果物は酸性なのかアルカリ性なのかっていうものを調べたくて買ってきました。赤いリトマス試験紙から使ってみましょう。はい、じゃあまずは赤いリトマス試験紙のデコポンからやっていきたいと思います。酸性で赤に反応します。いきます。お、変わらない。デコポンの赤は変わりません。じゃあ次はイチゴ、イチゴの赤です。いきます。あ、赤のアルカリ性で青に反応するのが赤ですね。赤のリトマス試験紙は青くなるので、今のところ変わらず、じゃあ赤全部やっていきましょう。で、次レモン、レモンいきます。レモンで酸に反応すれば青くなります。変わらないのかな。変わらない。アルカリ性、全部アルカリ性なのかな。じゃあ次グレープフルーツいきます。ちょっと潰さないとダメっぽいので、グレープフルーツも色変わらず。はい、じゃあ次キウイフルーツです。キウイフルーツも色が変わらないのかな。お、はい、色は変わらないですね。キウイフルーツも色変わらず。じゃあリンゴいきます。リンゴもどうしてこうかな。いきます。リンゴアルカリ性なんだ。全部、あ、中性なんだね。中性、酸性、全部酸性か中性のどちらかですね。色変わらず。赤は全部色が変わりませんでした。じゃあ青いきます。リンゴからいこうかな。リンゴの青いきます。赤くなれば酸性。あ、はい、わかりますか。はい、青は色が変わりました。まあ色見てもらえばこんな感じでわかると思うんですが、リンゴ酸性ですね。リンゴは酸性。じゃあキウイフルーツもそうなのかな。うわー、すぐ変わった。はい、色わかりますか。こんな感じで色変わりますね。ちょっとここにしばらく置いておいて、色変わりますね、青と。じゃあ今度はグレープフルーツです。いきます。お、わわわわわわ、グレープフルーツは思いっきり色が変わりました。多分これこのまま置いとけば色変わるんじゃないか。グレープフルーツは色変わりますね。じゃあ次はレモンいきます。レモンも、あー、変わってきてる。わかります？ほら、まだらに色が。ちょっとここに置いといて色が変わるのを待ってみましょう。レモンは色が変わりました。酸性ですね。じゃあ今度こちらのイチゴ、イチゴいきたいと思います。イチゴで色が変わるのか。もしや、イチゴは、あ、変わってる。イチゴも変わりますね。
チゴも色が変わってます。で全部酸性、もしかして果物は全部酸性なんでしょうか。中性の果物ってあんのかな。デコポンでやっていきたいと思います。最後です。デコポン、アオリトマス試験種が見事に、わかりますかね、はい、色がこのように変わりました。もう一目瞭然ですね。はい、はい、一目瞭然でした。まずピンクの赤のリトマス試験紙はどれも色が変わらずで酸性か中性ということが分かりました。で青いリトマス試験紙が一目瞭然で、こちら比べてもらうと分かるんですが、こっちがピンクのやつなんですけど、青が酸性に反応しています。全部全部そうでした。ということでリトマス試験紙で果物を実験すると、どれも赤のリトマス試験紙は酸性か中性、そして青のリトマス試験紙を使うと全部が酸性に反応しました。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、スミファクトリーの実験教室でした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。